弱火で煮込まれることによってトマトソースがどん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 甘みを増していくんですよね。じっくりじっくりこのさ卵の白身に火が入っていくの。これです。どうもクルクルパーです。ということで今回はですね、これだけはやらせていただきたかった煉獄さんです。無限飲酒編の語弊が無限飲酒編の、うん、YouTube 界の煉獄さんと言われた僕の無限飲酒編です。そんな感じで今回も始まりましたけども、煉獄の卵っていうのをやります。はい、アンゾヤと思われるかもしれないですけど、俺の超リスペクトするサイゼリヤさんが出したやつなんですけども、僕ねよくやるのがスペイン料理のフラメンカエクっていうのがあるんですけども、それに非常に近いんですよね。ということでですね、今回はね煉獄の卵、いやこれがねトマトソースに卵を浮かべて半熟に仕上げて食べるってやつなんだけど、もうちょこちょうまいんですよ。ということで私がさらにくるくるパンになってきます。リュウジのバズレシピ、材料紹介します。まず煉獄の卵なんで卵です。トマトソースを作るんで、このホールトマト、まあカットトマトでもいい、まあカットトマトでもいいかな、あのなんかね潰すと面倒いんでね、ホールトマトになります。でニンニク2かけ、ソーセージが3本、だいたい 50g ぐらい、玉ねぎ1/4個、だいたい 60g とか 50g ぐらいですね。はい、鷹の爪でね、僕ねいつもやる手法なんですけど、鷹の爪ね水につけてね戻してあります。これね、あの数分でもいいです。これなんでいいかっていうと、鷹の爪って焦げやすいんですよ。だから水につけとくことによって、あのこの鷹の爪が柔らかくなって、あの食べた時に口当たりいいし焦げないんですね、水分が含まれてるから。これねやっとくとめちゃめちゃいいです。はい、ということでやっていきます。ということでですね、今回、私が煉獄の卵っていうのをやってくるんですが、やっぱりもう煉獄といえばやっぱ煉獄さんじゃないですか、縁柱じゃないですか。僕も縁柱なんですよね実は。あ、違いました、酒柱でした。酒柱が何をするかと言ったら、やっぱり型があるんで、それはお見せしようと思います。はい、ということで酒の呼吸を皆様に見せたいと思います。はい、酒の呼吸1の方乾杯。うわぁ、これで赤さんに勝てるわ。やっていきたい、回してます。じゃあまずね、ニンニクを切っていきます。はい、これはね、あの美味しいトマトソースを作るのがまず重要なんですね。これね、ニンニクのね、こう芯はね、芽は取っちゃうんですね。これね、なんで取るかって言ったら癖なんですね、僕ね焦げやすいとかなんかあるんですけども、昔ものすごく教えられたんで、こう潰したらね、スライスにしていくんですね。たかけ、結構多いんですけども、トマトソースはね、ニンニクかけた方が美味しい。トマトソースにニンニクを入れるとね、そんなにね、匂いがね、全然気にならないんでね。玉ねぎね、今回はね、こうやって切ります。繊維に、こう逆らって、はい。だから垂直に切ります。はい。そうするとね、非常にね、水分が出てですね、煮込みには、簡易の的な煮込みには、非常にこの切り方ね、合うんですね。この、切った、垂直に切った繊維のところから、こう水がよく出てくるんでね。まあ、切り方はいろいろあると思うんですけども、僕はこうやって、麺をね、見せていく。麺を見せていく。そうするとですね、この、よく切ったこのね、ソーセージの麺からですね、旨味がね、じゅわっと出てきますんで、それがトマトソースにもう吸収されるとですね、完全にもう、完全体です。今回はね、スキレット、僕、まあ、たまに使うんですけども、大きめのスキレットを用意しました。で、これでやっていきます。ない方は、同じ直径ぐらいのね、小さめのフライパンでも全然できますんで、そっち使ってください。今回はスキレットでね、このもうフライパンのまま出しちゃいたい。オリーブオイルを大さじ1杯ですね。もうちょいかな、これぐらいですね。はい、ニンニクを入れます。でガーリックオイルを作っていくんですね。これね、最初はね強火でいいです。シュワシュワいってきたら、これたね鷹の爪も入れる。はい、シュワシュワっていってきたら弱火でいいですからね。ちょっと、炒めていく。何？ソーセージ。ソーセージ入れて、玉ねぎも入れちゃいましょう、これ。ウォーウォー。ウォーウォーイエイイエイ。パリッとね、炒めていきます。
あの別に焦げ目つけてもいいし、つけなくてもいいし、水につけとくことによってね、こうふやかされて旨味成分と辛味成分結構出てくるんでね。で今日はあの僕だけ飲んでんのも寂しいので、スタッフのみんなも飲んでもらってます。アルハラじゃないです、これ。じゃあ乾杯。乾杯。イエーイ。よいしょ。今おつもりできるから待っててね、みんな。さらに加速していくぜ。俺たちの戦いは始まったばかりだ。ちょっと炒めていきます。でね、そうするとね、あのソーセージがね、ちょっとしなっとこうひん曲がってくるんですね、これね。玉ねぎが結構いい色になってきますね、これね。ソーセージの旨味を吸って、で、ここでトマト缶も1缶は使いません。半分缶で潰しながらやります。まあ、もうちょっと汁も入れて。余ったトマト缶どうしようって皆さんなるじゃないですか。これね、ジップロックとか袋に入れて冷凍してください。冷凍大丈夫なんで、これホールトマト余ったら全部冷凍でいいです。ホールトマトはね、全然あの品質変わらないんでね、臆することなく全部冷凍してください。これはちょっとね、炒めてトマト酸味をね、なくしていくんですね。で、ここでちょっと味付け、コンソメです。コンソメ小さじ1杯。コンソメっていうのは動物性のね、旨味がすごく加わってますんで、これとね、ソーセージとトマトソースもうめちゃめちゃ相性がいいです。いい感じ、辛味と旨味がね、移るんだよね。とろみがついてきたなと思ったら真ん中開けときます、こうやって。ちょっとね、弱火にしとる。卵です。トメイゴ、トメイゴ。弱火で煮ていくんですよ、これは。じゃあ乾杯してもらっていいですか。弱火で乾杯してもらっていいですか。えーい。ああ、煙最高。弱火で煮込まれることによってトマトソースがどん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 甘みを増していくんですよね。急いでる方は蓋閉じて弱中火ぐらいにしてずっと蒸しておくと卵がね、すぐ固まりますんで。僕はちょっとこの上のね、この卵のトロッと感を演出したい。なんでちょっと乾杯してもらっていいですか。です。好きなんだよね、こうやってどん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 こうじっくりじっくりこのさ、卵の白身に火が入ってくの。トマトが煮込まれるのが先か、俺が煮込まれるのが先か、仁義なき戦いでございます。見守り隊の皆さん、乾杯。これ今煮込んでるんですけども、パン添えるとうまいんですよね、これ。これはね、でもね、卵がどうなったら完成かっつったらね、これはね、人それぞれなんですよね。半熟がいい方はもう今の段階でこうちょっと、やってもいいし、もうちょっと固めの方が良ければもうちょっとやっていただいてもいいし、ほんと完熟が好きだったらね、蓋閉じてずっと煮込んでおけば完熟ね、黄身固い感じになりますんで、ね。いや今ね、弱火で10分ぐらい煮込んだやつがこれですね。もう白身が結構固まってきました。で、完全に固まんなくていいです。これぐらいの半熟加減が一番美味しいんで。このままね、パセリをちょっと、パラパラパセリでーす。はい。パラパラパラ、パラ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 ー。シズラバージンオリーブオイルをね、ちょっとポロッとかけます。これがね、エキストラバージンオイルの香りがあってすごいし。ということで、煉獄さん完成でございます。はい、ということでですね、早速食べていただきたいと思います。すごいすすめっす。いただきます。これです。バゲットも焼けたんで、これに乗っけちゃっていいですか。いやいやいただきます。あ目が覚めるうまさ、これ。うまっ。さすがにこれワインかな。俺行きたいな。何許可しないけど。あれマジうまいから、ちょっとみんなワイン注いといて。トマトソースが辛口でうまみたっぷりなんだけど、卵と合わさることによって非常にまろやかになる。マジうまいんだけど。みんなでいいっすか。みんな丸太持ったか。うちの鬼殺隊のメンバーです。右から酒柱酒柱です。はい、乾杯。はい、いただきます。いただきます。やらかしてもらっていいっすか。うまっ。
うまっ。じっくりと煮込まれたトマトソース、これうまっ。ちょっとこの辛いのがいい。水に浸してあるからね、辛みが出るのよ。卵の半熟具合がいいじゃん。主殺隊の何かちょっと主殺してもらっていいですか。酒の呼吸一の方、乾杯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 。ということで、竹林の活躍はどうでしたでしょうか。私たち、無残になってきますんで、よろしくお願いします。はい、焦げた。ちょっと、乾杯してもらっていいですか。よいしょ。あ、鉄は逃げたじゃん。逃げちゃうね。俺もちゃんと飲んだよ。逃げ見沢じゃん。